来た夜に来た時とは、違うね、ハロウィン仕様になってますね。はい、ということでね、前回来た時はですね、夜中だったんで、まあ、ここから先というのはね、行けなかったんですけども、ここから先はですね、非常に紅葉が綺麗になっているポイントがあるので、紹介したいと思います。
早めに色が変わった木はね、ちょっともう、葉っぱが落ちてしまってるんですけど、ね、まだまだ緑の葉っぱたくさんありますんで、これから、もっとね、赤が多くなって、見頃になるかと思います。今年はちょっと遅れてるんで、まだまだチャンスありますんで、ぜひね、来てみてはいかがでしょうか。